私は首都の下町で生まれたから、祖国といって思い出されるのは私にとっては町の風景でも、人々はいろんな環境で暮らしているから、私は国民たちが住むあらゆる地方を訪れるの。エルジア王国にはたくさんの地方があって、それぞれにちょっとずつ異なる文化がある。アーセナルバードを一機撃墜したことにより、エルジア軍の防空圏を大幅に縮小することができた。航空優勢を確保できた地域にはオーシア軍が侵攻し、ユージア大陸の半分以上を解放したとのことだ。だが追い詰められつつあるエルジアは、シエラプラタ近郊の弾道ミサイル基地を稼働させようとしている。現場では72時間前より人物資の動きが活発化し、すでに発射準備は最終段階に入ったという判断が下った。ミサイルサイロは地下深くにあり、破壊するには戦略爆撃機の大型貫通爆弾による精密攻撃が必要だ。しかし現在当該空域は分厚い雲に覆われており、爆撃機だけでは目標への精密攻撃が難しい。本来ならば天候の回復を待つのだが、状況が状況だ。事態は一刻を争う。そこで我が部隊が爆撃機の目となり、ミサイルサイロを探し出す。君たちは特殊兵装の代わりに照準ポッドを機体に搭載、当該空域を低高度で飛行し、稼働しているサイロを目視で見分け、それを照準ポッドで捉える。低層発射スイッチを押せば、照準ポッドが計測した位置情報をもとに爆撃機が爆弾を投下する。その上で着弾までの間、照準の中心にサイロを捉え続けなければ命中しない。飛行しながら爆弾の終末誘導を正確に行うには非常に高い調査技術が要求されるだろう。ただ当然ながら作戦区域には敵の対空火器や航空機の配備が想定されるから注意しろ。また先の戦闘により機材と人員に損害が出ている。本作戦にサイクロプス隊の参加はできない。トリガー、君のストライダー隊だけで作戦に当たってくれ。
ストライダー隊、速やかに出撃せよ。所有する IRBM は5発と少ない。そのため敵は偽のサイロを作ってこちらの爆撃から守ろうと必死だ。偽のサイロだと？ペンキで書かれたサイロだ。そんなものでも空からの目は騙せる。巨長を撃ち落としたロングレンジ部隊の活躍だ。噂は聞いてる。俺たちは爆弾を運ぶ。あんたのは終末誘導を頼む。照準ポットを使うにはまず兵装を切り替えるんだ。パッドの中央に表示されている円内にミサイルサイロを捉えろ。その状態で兵装発射スイッチを押せば爆弾が投下される。その後も着弾までサイロを照準の中央に捉え続ける必要がある。敵や防衛のためにあちこちに対空火器を配備している。邪魔をしてくるなら連携して対応するまでだ。Oh.
取った。アンダーマスター投下。処理局特有に終末誘導に失敗した。ストライダー1が狙われてやがる。作戦時間残り5分。いつ発射されるかわからない。急ごう。間に合わせるぞ。今日は空が広く感じるぜ。サイクロプスの俺はカゴの中の鳥みたいだったもんな。このミッションが終わったらまたあの中隊長様の指揮官が。うんざりだぜ。弾頭は暴露していたんだ。通常戦争でも破壊できる。ミサイルサイロ破壊。残りはどこで隠しやがった。一発でも多くミサイルを守る。Thank you.
さすがにヒヤヒヤしたぜ。まったくだ。こっちは手出ししようがないのに手が汗でびっちょりだぜ。共同作戦のパートナーがあんたらでよかったよ。ざっとこんなもんだ。中隊長から解き放たれた俺の力、しっかり報告しといてくれ。ああ、ワイズマンに対する愚痴もきっちり報告しといてやる。そのため敵は偽のサイルを作ってこちらの爆撃。敵の弾道ミサイル攻撃を阻止することに成功した。ストライダー隊の諸君、中隊長不在の中よくやった。ロングレンジ作戦の最終目標である首都制圧に向けてその準備は最終段階に来ている。